こんにちは。中学受験国語読解塾生名論。東北本線の下り列車の中で10歳ぐらいの少女に会った。少女は赤い毛糸の襟巻きをして窓際の席にちんまり腰掛けていた。母親らしい和服の人がその隣に座っていたが、心配事でもあるらしく、どこか浮かない顔をしていた。お母さん、そのメロン、あさってあたりが食べ頃だって、果物屋のおじさんが言っていたわね。といきなり少女が言った。え？そうそう、そう言っていたわね。お母さんは答えてから、それまで病人持つかしら。持たないでしょうね。お医者様は今夜あたりが峠だとおっしゃっているそうだから。膝の上の包みに目を落として諦めたような言い方をした。身内の誰かが危篤だという知らせを受けて親子は駆けつけるところらしい。お母さん、その箱をこちらに貸して。少女はメロンの入った箱を受け取ると、両方の手のひらで愛しむような持ち方をした。そのままじっといつまでも持ち続けている。何しているの？あのね、お母さん。少女は少しはにかみながら答えた。私の手の中でメロンを熟させるの。この前お見舞いに行った時、おばさんメロンが食べたいっておっしゃったのよ。東京には売っているだろうねって。どうしても、人差しでも、食べさせてあげたいのよ。あさってなんかじゃ間に合わないわ。汽車が着くまでに熟させるの。熟成メロン。少女の温かな手のひらの中で、死んでいく人よ。今しばらくお待ちなさい。私はふと、メロンのほのかな香りを嗅いだように思った。優しい心が匂っているのだと思った。2回目。熟成メロン。東北本線の下り列車の中で10歳ぐらいの少女に会った。少女は赤い毛糸の襟巻きをして窓際の席にちんまり腰掛けていた。母親らしい和服の人がその隣に座っていたが、心配事でもあるらしく、どこか浮かない顔をしていた。お母さん、そのメロン、あさってあたりが食べ頃だって、果物屋のおじさんが言っていたわね。といきなり少女が言った。え？そうそう、そう言っていたわね。お母さんは答えてからそれまで病人持つかしら。持たないでしょうね。お医者様は今夜あたりが峠だとおっしゃっているそうだから。膝の上の包みに目を落として諦めたような言い方をした。身内の誰かが危篤だという知らせを受けて親子は駆けつけるところらしい。お母さん、その箱をこちらに貸して。少女はメロンの入った箱を受け取ると、両方の手のひらで愛しむような持ち方をした。そのままじっといつまでも持ち続けている。何しているの？あのね、お母さん。少女は少しはにかみながら答えた。私の手の中でメロンを熟させるの。この前お見舞いに行った時、おばさんメロンが食べたいっておっしゃったのよ。東京には売っているだろうね。どうしても、一さじでも食べさせてあげたいのよ。あさってなんかじゃ間に合わないわ。汽車が着くまでに熟させるの。熟成メロン。少女の温かな手のひらの中で、死んでゆく人よ。今しばらくお待ちなさい。私はふと、メロンのほのかな香りを嗅いだように思った。優しい心が、匂っているのだと思った。熟成メロン。
いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。